多分阪神の野球を考えた時に守る野球から入ると思います、はい、それはもう岡田新監督はもう言ってましたので、ですからそういう意味では来年の阪神の守る形、それとポジションの固定ですよね、それはもう監督していくと思いますので、もう佐藤大山のポジションの固定なども当然していくと思いますから、変わるんじゃないでしょうか、ね。